どこまで飛んでっか分からへん。危ない、や危ない、や上手すぎ今の連携、流れるような連携、これよ長谷のシーン、めっちゃおるくない、めっちゃおる、兄貴兄貴ダブルキルした、兄貴ナイス、ナイス、コマンナイス、兄貴兄貴あれマジで朝6時39分のテンションじゃねえ。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回もですね、コールオブデューティーブラックオプスコールドウォーベータでございます、イエイ。ということでと早速ね本題に入っていくんですけども、このベータのデフォルトカスタムにヤバいカスタムクラスが紛れ込んでます。ほんまにめちゃめちゃ強いんすよね。今までの歴代のコールオブデューティーのデフォルトカスタムクラスの中でも一番なんじゃないかなって個人的には思ってるんですけども、それがこちらポイントマンということでと、これすんごいんよ。ベータの初日はですね、レベルのマックスが16で、今までですねレベルの上限が解放されてるのかな、25ぐらいになってるんじゃないかなって思うんですけども、このポイントマンのカスタムクラスではその25レベル以上でアンロックできるパークとかリーサルがもともとついちゃってるんですよ。まずね上から見ていこうと思うんですけどもね、このリーサルですよ、これがですねセムテックスがあるんですよね。レベル39でアンロックすることができるセムテックスと、レベル39まで今上げれないんでね、まずこれが強い、特にドミネーションとかにおいてはこのセムテックスが大活躍する。ここからがポイントマンなんです。まずパークっすよね、このね今タクティカルマスクはねアンロックすることができるようになってるっぽいんですけどもね、僕まだレベル20になってないんであれなんですけども、一応ねこれですよ、フラッグジャケット、そう爆発物への耐性を上げることができるねパークなんですけども、だからフラグとかもね耐えれるようになるんですけども、レベル29でアンロックと今ねアンロックすることができないんですよね。でパーク2にもねこのリストがついてるんですよ、そのポイントマンにはレベル35でアンロックと。でねこのワイルドカードのこれですよ、パークグリードがついちゃってるんですよね。でレベル35でアンロックでしょ、このパークグリードも。で例えばですね製品版みたいな感じでプレステージとかねどんどん回してレベルもね好き放題上げれるようになったとしてもですね、めちゃめちゃ強いカスタムになってるんじゃないかなと思うんですけども、まずメイン武器がこのミラの821なんですよね。でアタッチメントがね5個ついてるんですよ。でねサブはですねこのディアマッティっていうねハンドガンになるんですけどもね、このバーストハンドガンもねまた強いんですよ。しかもアタッチメントがどちらもね5個ついてるんですよ、最強でしょマジで。ということで今回はですねラッシュメンバーのハセシン、グッピー、カルミアさんの3人で全員でポイントマンを使ってドミネーションに行ってきたんですけども、今後もですねハセシンのチャンネルでは皆さんに楽しんでいただける動画をどんどんと投稿していきますので、まだチャンネル登録できてない方はですねチャンネル登録と良ければグッドボタン高評価をよろしくお願いいたします。それではどうぞ。じゃあちょっとね私このポイントマンという本当にドミネーター極まりないカスタムクラスを使ってドミネーションやっていこうということで、えこれさみんなポイントマンでやってみる、どうする、これめポイントマン、これさめっちゃ強いと思うね、うじゃこれあのタクマスついてて、そうやねやばいし、でガスマンやるやろ、でゴーストガンホアサシンリストック、これやばいよな、これで全て片付くと言っても過言ではない、ガスマンこれで、ね、これなんですよ、行きましょう。なるほどね、これだから皆さんこのポイントマン、このねデフォルトカスタムマジで強いっす、行きましょう。ついでにミラノのレベルも上げもできる、そういうことね、いやいいこと言うわ、さすがカルミアの兄貴、たまんねえわ今度ラーメンごちそういたしません、行きましょういたしま せんのかいさあここからよ、開幕と左か、俺センテックスセンターの左ね、激圧 B カット1枚、ここのポジション熱いんだよね、そうなんだ、さらにもう一人ごめん、M、乱れてシモウォーターが、おー負ける、ここで入っとくことに意味がある、 B の防衛、守護神ハセのシーン、あーまだいるね、 OK レッツゴー、いや本当にいいんだよねこれ、一応スティームもあるのでヤバくなったらスティームで回復しながら合わせるっていうのも全然できる、それがこのカスタムの強み、ポイントマンの強みと、いや非常に強い、ビュービューお前、これ本当におすすめカスタムですよ、皆さんもぜひ、マジ強いんで、強かったな、そうなんですよ、しかもガスガスマインっていうのがあってそれがまた強いんよね、相当すごい、おっと、アタッチメントじゃなくてフィールドアップグレードがありますので、皆さんも使ってみてはいかがでしょうかね、頭なしのやばい、さあ逃げてねえか、めちゃめちゃ飛ぶやん、セムテックスはやっぱ投擲物すごい飛ぶんやね、カウントエビオンワイン大丈夫か、ミスったアブネスティームショットはマックスの状態で使っても今回はしか使わない派手になるということで非常に助かる、さあセムテックスポイーン、お前めっちゃ飛ぶやん、ここでスティーム使う、こういうことよ、すべてにおいてこういうこと、あ待ってガスマインたまりました、俺さすがガスマインここに置いとこ、兄貴いいね、じゃあ俺もここに
ガスマインを使う言うてるわ。俺もガスマイン使う言うてますわ。オッケー、ロンガットは砲撃溜まったよ。でもこのカスもいいね。これめっちゃ強いっすね。これめっちゃ強いわ。あのマスクとかついてるってのもいいんだよね。うーん、確かに。フラジャケとかもね、マジで強いから本当にいいよね。ガスマイン発動してる、ガスマイン発動してる。ここおるんじゃないっすか。おるよな。ここ B 熱いね。 B 熱いぞ、気をつけて。どう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 、いるぞ一人。おりゃカットしてく。まだいるぜ。カットしてく。ナイス。大丈夫か。ここでセムテックスのエントポーンバリ飛ぶ、バリ飛んでいきます。これ B 取られそうな時にエント、どこまで飛んでいくか分からへん。危ない、や危ない、や上手すぎ。今の連携流れるような連携、これよ、ハセのシーン。めっちゃおるくない？めっちゃおる。兄貴、兄貴、ダブルキルした兄貴。ナイス、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 兄貴、兄貴。あれ、マイル、朝6時39分のテンションじゃねえ。なんだこれテンション。むしろ上がってます。むしろ上がってきてない俺しかもなんか調子も上がってるし、プレイの。お、これは、お、バンビさんと。おでも この方も使ってるポイントマン。やっぱこれ、これドミネ強いね。これ今ドミネーション大人気だね。やる、うまいね。これドミネーションパーティー戦最強化させてあると。いくぞい。この岩超えていけるし、正面すごいわ。オッケー、ビショメやべ。いやごめん、これ砲撃落とすわ俺。了解、耐える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 、粘る、頼む、粘ってくれ。後ろから来た。おっ、大丈夫か。一応砲撃落としといた。やべ、砲撃ゼロキル、頼む。ナイスキッピー、でかい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 、マジでかマジでかマジでか。左見てる俺、左は大丈夫。ガスマイン、オッケー。ちょっと俺前押し行ってきますわ。ナイスキッピー、ハルミヤ様ナイス。右流れてる、了解。やばい、片2枚見てるからやるから。オーケー、やばい。スティームで回復しながらのカット、カット、もういっちゃおう。これフラジャケあるからマジ死なねえ。これ最高にいい ね。ナイスカバー、こういうことよ。スティームで回復、よし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 。いやいいね、楽しい楽しい楽しい。スティーム今ないから。なあ、砲撃いい時に来たな。あ、後ろか。ちょっと B やばいかもね、若干やばいかも。全然下がった俺らの。オッケー、 B に砲撃使う。でかいそれ、兄貴これでかい。5番かー。あれ？オッケー、やったやったやった。ナイスプレッシャー、ナイスプレッシャー。まだ右から来てるわ。頼みません、アニー。後ろがトゥー。やべ、なんかやばそうな音してる。後ろ来てんのか。なんかビン入ってる、一人。了解？セブテックス。いけ、セブテックス。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。セブテックス。その爆風に負けて、俺が入り込む。そしてガスマインを。すげえいる。おナイスナイスコ、ナイスコ、ナイスコ、ナイスコ。まだいない、後ろ。カットしていく。待てよ、ここ俺の見せてこれよ、これ。待てよ。え、いや、めっちゃ来てる、正面。やべ、助けてくれ。なんかね、3人ぐらいいるわ、B 正面3人。指お前、指お前。これ。セムテックス。セムテックス。てぇい、どこまで飛んでるか分かんねえ、マジで。マジで。B 乗るぜ。了解。手前カット。右外周から。上がってみることにしてみようかなと思ったが、やめとこう。オッケー、取った。ナイス。待てよ。オッケー、ビーカット。超えるんちゃう、やばいろこれ。ビーめっちゃ来てると思う、気をつけて、正面。オッケー、あーごめん、一枚しかなかった。ここで攻めてくぞ、洞窟にドーン入れてく。いいね。でもこのカスマジ強いね。いや、ほんと強いっすね、これ。ほんと強いよ、これ最強、ドミネーション最強クラスでしょ、これ。マジで。うん。うん、強すぎ。もうチャーリー行っちゃおうか。いやー、これミスったか。いや、カットできる。さあ、スティームショットで回復。ちょっと前まで失礼しすぎ、これ、俺。あれ、チャーリーいなさそう。いや、いる。カット。一回 B 戻るね。敵の戦闘ヘリ追加。どういうリスこれ。いやー、うまいな。抜いてきてか。ちょっと俺、砲撃出すわ。了解。
なんか若干 B もやばいし A も取られてるって感じだな。さあどうだ、チャーリー頼むぜ。オッケー、よいしょ、うお、移動速度速い。 B 地点ナイスカバー、ナイス、レッツゴー、はい、51kg17 です。26目標いいんじゃないでしょうか。さあベストプレー見ていきましょう。おっと橋のシーン1枚、いいね、これぞポイントマンだね。さあからの近距離も対応できるグッピー倒すからの、ここでここ倒すんですね。ポイントの2だからパーンカットしていく、ありがとう。でスティーブちょっとプキッチコ、本当にねドミネーションとの相性めちゃめちゃいいカスタムクラスがデフォルトであるので、皆さんもねぜひ使ってみてください。ということで武器レベル上げていく。さあ改めましてスコア 8190SPM は 1061、 51kg17 です。キルレは 3.00、 ダメージは6123、最高。